はい。それでは、ヤングカンヌデザイン部門の日本代表の発表を、報告をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、画面共有します。はい、お願いします。まず、自己紹介させていただきます。コピーライターの平岡と、アートディレクターの竹野内です。私たち2人でデザイン部門の日本代表としてカンヌの地で戦ってきました。今回、日本代表としての1年弱、一体どんなことをして、どのような結果が出たのかというところを中心に皆さんにご報告したいと思います。よろしくお願いします。まず、国内予選、どんな作品を作ったのかというところからご説明します。国内予選の課題は、海洋汚染から海の生き物を守るためのビジュアルアイデンティティを考えなさいというお題でした。で、私たちは、世界海洋デーというとある特別な一日に、日頃から街中で目にするリサイクルマークが、丸と三角をつけるだけで、魚の命のサイクルを守るシーサイクルマークに変わるという VI を考えました。で、それをペットボトルだったりとか、ゴミ収集車っていう普段私たちが目にするような媒体で、目にすることで、みんなの意識が少しずつ変わっていくよねというアイディアですね。はい。これで見事、見事、はい、1位。ゴールド、初めてのゴールドをいただいて、どうでしたか？嬉しかったです。竹野内は、最後のカンヌへの挑戦ってことだったので、見跳ねて喜びました。年齢的にね。はい。はい。で、そこから半年間、約半年間ですね、日本で準備の期間があったんですが、私たちが行ったこととしては、まず、英語を毎日やるっていうところと、歴代のデザイン部門の代表の方にお話を聞いて、実際現地がどんな雰囲気なのかっていうところを教えていただいたりとか、あとはここもは10年分ぐらい分析しましたね。で、10年分分析して、さらに、大人のカンヌデザイン部門の事例を勉強したりとか、私はコピーライターとしてデザイン部門に参加するので、デザインの基礎みたいなところからちょっと勉強してみようかなというところでやってみたりとか、実際に24時間のトライアルを練習でゴールデンウィークにやりましたね。集まって、はい。やっうん。ぱりあとは、こんな感じで、社内の、博報堂の社内の研修で24時間の合宿っていうのがたまたまあったので、ここでも2人でチームを組ませていただいて練習したりしました。あとは、いろいろ教訓とかをまとめて、現地で困った時に確認できるようにアイディア集みたいなものを作ったり、カップラーメンを買い出ししたりしましたね。カップラーメンっていうのは、当日というか、本当はい。に現地でね、現食地べるで食料ってことだよね。食料です。24時間プラス17時間の戦いになるので、外に食べに行ったりとか、変な牡蠣とか食べてね、当たったら大変っていうことで、食料大事だよっていうふうに先輩方に聞いて、カップラーメンとハッピーターンおせんべいをたくさん持っていきました。あとは何があったんですか？ なんか代表、各国の代表の人たちと、あと、ヤングカンヌの事務局の人たちで、なんかスラックが組まれて、こういう日程でやりますよとか、そういう情報がスラックでやり取りをされるんですけど、あそこで、情報を得ながら、あと、ズームでセッションみたいなのがあって、具体的になんか審査委員長の人から、こういうふうにアイデアを考えるよとか、割と具体的な、なんか勉強会というか、が何回か行われたよね。はい、何回かあって、他の国の方はハンモックで寝そべりながら話聞いてたりとかして、結構カルチャーもね、衝撃だったね。面白く、はい、参加しました。そんな感じで1年弱やって勉強をしてきた中で、私たちが感じた予選と本選の違いを3つお話ししたいんですが、1つ目は、国内予選は割と課題解決型、こういう課題を解決しなさいっていうデザインが多いなっていうふうに感じている中で、本選は実際にクライアントがいて、
割と現業に近いブランディング型のデザインが求められるなっていうところを感じてました。なので、しっかり世の中でこれがワークするのかっていうところを見られているかなと思います。2つ目は、今回も課題が面白かったんですが、歴代の、デザイン部門を見ていくと、基本はビジュアルアイデンティティ VI の課題がずっと続いていたんですが、おととしがウェブサイトで、去年がデジタルギフトっていうふうに、結構課題がもう何が出るか未知数だねっていうところで、私たちは占い師でもないので、何が出るかなみたいな話はしてたんですけど、そこ考えてもしょうがないなっていうことで、何が出ても結局デザイン部門はコアアイデアが大事だねっていう結論に至りましたね。で、3つ目は、先輩方にすごい言われたこととして、本選の審査員は本物のカンヌの審査ですごい疲れてるから、審査が割と適当だよっていうことを言われていたので、予選以上にシンプルで分かりやすいっていうこととか、プレゼンでしっかりパッと引き込めるかキャッチーかっていうことが大事だよっていうふうに言われていました。で、私たちがまとめた、本選への教訓がこんな感じになっています。どの辺が大事だなと まあでも全部大事ですよね、きっと。思いましたか？まあなんか一つはこう課題になった団体のこうイシュー、まあ、課題をね、自分たちで設定するとか、まあそこのクライアントとかのそのコンセプトの本質を残る。全部大事なことだよね。あと見つけた良さをぶらさずに、どうやってそこから自分たちで膨らませるか。あとデザイン部門なんで、アートコピーがちゃんと掛け合わさってるか。あとターゲットのまあ、ちゃんインサイトにちゃんと刺さる、これは刺さるのだろうか。あと、6番目結構大事だね。グローバルアイデア。結構日本人の感覚で、やっちゃうと、そこのカルチャーだったり、繊細なんだろうね。日本人ならではの気持ちとかは、やっぱり理解されづらいというか。だから、その世界中の人が、これだったら理解できるよねっていうグローバルアイデアかどうかっていうのは確認作業としては絶対必要かなって。過去も見てると、カンプにデモの写真がよく使われてたりとかして、そういう感覚って日本ではあんまりないよねとか、ね、そういうのあったよね。そうだね。この辺を現地でしっかりこれはできてるかなっていうふうにチェックできるように、私たちなりの考えみたいなのをまとめていきました。はい。そんなこんなで半年、次、本選、いよいよ飛び立ちますっていうところで、この時、30歳の竹野内くんはもう楽しみすぎて心臓が痛いっていうふうにずっと言ってました。ここはね、どうだ、羽田空港か。出発前の楽しみすぎて、しんどく痛かったですね。そのぐらい楽しみにしていった私たちの、現地でのスケジュールは前半の3日間が戦いの時だったので、19、20、21としっかり缶詰になってきました。で、24時間早めに現地入りして時差ボケしないように対策してたんですが、その時はレッドカーペットで記念写真を撮ったりとか、今年のヤングのメンバーとワイワイして、今振り返るとこの時が一番お気楽で幸せだったなと思いますね。はい。で、ついに迎えた当日、朝9時半からインスピレーションセッションというのがありまして、これが、トラップ。トラップ1です。1つ目のトラップで、これはどういうものこれはまあなんかキックオフみたいな感じだよね。多分各国かつ全部のカテゴリーのヤングの人たちが集まって、まあ、ウェルカムだと。ね、ここからヤングカンヌ始まるぜみたいな感じで集められて、その他の代表の人たちとの交流会っていうのがありました。ね、これが外なんですね。めちゃくちゃ暑い中、暑い。炎天下、もう太陽ギラギラの中、熱中症になる。4時間？4時間。もともと体力温存しようって言って、この時間寝ていようっていう計画だったんで、もう完全に狂いましたね。この日の18時からブリーフがデザイン部だったんで、それが
休めなかった。休めなかった。中で6時を迎えて、ブリーフっていうことで、まあ、この日までリスニングも頑張ってきましたし、もう聞くぞ聞くぞという前のめりの姿勢で、挑んだんですが、ここで2つ目のトラップ。はい。今回課題を出してくださったクライアントがインドの会社だったんですが、この方、クライアントの方の英語がもう呪文のように聞こえて、オリエンの内容がさっぱり聞き取れないという状態に陥りました。インドなまりの英語。はい。で、心を落ち着けるために作業部屋で命のカップヌードルを食し、ここで事前練習で の, あの教訓を思い出しました。歴代の過去問を見てると、オリエン返しをして勝ったりとかルールを破ってでもいいアイデアだったら OK っていう傾向があったので、まあ、オリエンの細かいことは逆に気にしない方がいいんじゃないか、ね、考えがあったので、もう紙で配られたブリーフだけを信じてやろうっていうことにしました。でこれが実際のブリーフで、まあ、結構ダラダラと書いてあるんですが、一言で言うと課題は、インドの小学校入学前の教育を支援する団体ロケットラーニングという団体の VI とマスコットキャラクターを作りなさいという課題でした。 VI はね、今までの課題と、はい、まあ、かなり一緒というか近い部分があるけど、うん、まあ、今回限ってマスコットキャラクターっていうね、2つっていう、焦ったよね、なかなか焦った。はい、まあ、VI のこう展開の一つとして捉えてもいるし、うん、でも書いてあるからにはすごいしっかりとどうキャラクターを設計するかっていうのが、うん、まあ、求められるということですね、うん、はい。で、部屋で夜8時ですね、まず最初にやろうっていうふうに話してたコアの深掘りと自分たちでイシューを設定しようということをやってみました。でそこで6歳までに人間は脳の 90% が構築されるっていう、まあ、強めの割と強めのデータがあったので、これを私たちもそうなんですけど、インドの、子どもの周りにいる大人たちが知らないんじゃないかってところに着目しました。で私たちはチャレンジとして、早めに学びへの第一歩を踏み出すことがその後の人生に大きな影響を及ぼすっていうところを、子どもではなく周囲の大人たちにメッセージしようということをチャレンジとして設定しました。でそんな形で27時深夜3時ですね、モチーフとか言葉とかの表現の側から議論しているときに、とある一つの名言に巡り合いました。何ですか？アポロ11号のね、はい、ニール・アームストロングの言葉ですが、まあ、なんか人類が初めてこう月面着陸に成功した、はい、一人の人間にとっては小さな一歩だが、人類にとっては偉大なる飛躍だ、うんうん、言葉だね。これが、まあ、さっき話してたチャレンジのところをぴったり結びつくな、私たちの伝えたいメッセージと紐づくなっていうところで VI も決まりましたね。で、スケジュール通り少しだけ寝て、朝は、起きて、まあ、この企画で本当にいいのかっていうところの確認をしながら、竹の内は今回作り物が多かったのでデザイン作業を開始しました。でこの日は、提出前は各国代表が集まるこの作業スペースみたいなところで作業しないといけないっていうふうに言われてたので、もうランチも口に入れる暇がないままあっという間に6時が来ましたね、うん、あっちもあったね、うん、一瞬本当にヒヤヒヤしました、ね、うん、バタバタ で, バタバタで資料を作った、はい、提出して、そして無事提出したんですが、ここで3つ目の最後のトラップです。デザイン部門は例年プレゼンがない部門と思って私たちは応募してきたんですが、今年からなんと本選でプレゼンがありますっていうことで、ここからさらに17時間今度はプレゼン準備というのが始まります。で夜8時部屋に戻って、もうフラフラしながら戻って、カップラーメン食べようと思ったらもうね箸がないってなって、歯ブラシでカップラーメンを食べたりして、カップ麺ね、はい、カップ麺ばっか、ね、せっかくカンヌにいるのにね牡蠣も食べれず、はい、プレゼン準備スタート。
ということで、まあ、プレゼンはつかみが大事だよっていうことを前回の代表の方々に聞いていたので、竹野内が、ニール・アームストロング役をやろうということで、何を作ってるんですか？宇宙服だよね。まあ、これは今ヘルメットヘルメッ作ってトね、はい、うん、あのスーパーで買った型紙を組み立ててヘルメット作ってましたね。あとは私たちの幼少期はっていうところからプレゼンを始めて引き込みたいなと思ったので、家族から日本から写真を取り寄せたりとかしてました。で、朝4時ですね。やっと英語の原稿が完成して、そこからまあちょっとだけ寝て、もう大慌てでプレゼン会場に向かい、11時半プレゼン本番です。で、この時も私はちょっとパニックでプレゼンの記憶があんまりないんですが、実際にプレゼンしたものがこちらになります。月に子どもの小さな一歩、スモールステップが刻まれているビジュアルアイデンティティで、早めに学習への一歩を踏み出すことが将来の偉大な飛躍、ジャイアントリープにつながるというメッセージを表現しました。さらに宇宙飛行士のマスコットですね、ステップ君という男の子を考えて、学習コンテンツに登場して旅を共にしてくれるという仕組みです。で、この、学習を完了したら、この各惑星にスモールステップが刻まれるよっていうスタンプラリー的な仕組みだったりとか、インスタのフィルターだったり展開も加えていきました。こちらがガイド、 VI のガイドですね。形でこうして41時間私たちの戦いは幕を閉じ、翌日はなぜか小室哲哉のライブがあったので、それを見たり会場を見たりしながら結果発表をドキドキ待ちました。ついに6月23日結果発表ということで、小室と同じステージにまた集まり、そこでまずデザイン部門の前に別部門の発表がね、いろいろどんどん出てきて、なかなかジャパンの名前が呼ばれないなっていうことでドキドキしていて、その中で私たちデザイン部門の発表の時が来ました。まずショートリストにジャパンの名前が呼ばれ、ここでどうでしたか？これはもうテンション上がる。まずここに名前がバンって出て、うん、この中からゴールド、シルバー、ブロンズが出ると。はい。なので、まずはこう、ショートリストの名前、パン入れて、ここから出ますよっていう発表と、はい。立ち上がりましたね、もう、うん、思わず。で、ブロンズ、アイルランド。アイルランド。なるほど。シルバー、コロンビア。なんだ、これは。なんだ、これは。でも、来る。これはもうゴールドだなって。来るか。歴史刻むな。なんだこれは。ゴールドはドミニカ共和国の見たことないやつが来たね。作品ということで、私たち日本代表の結果はショートリストということになりました。ショックで、まあ、膝から崩れ落ちたんですが、このドミニカ共和国の作品は、どんな場所でもこのサービスさえあれば子どもたちが飛び立てるロケットになるよっていう意味の VI で、もうシンプルオブシンプルな、VI でした。家をね、はい、モチーフにして展開をしてる。うんうん。で、もともとこの団体のロゴがロケットに子どもが乗っている現状のロゴですねっていうものだったので、途中私たちもロケットラーニングっていうコンセプト自体がそもそも素敵だよねっていう議論とかもあったんですが、ロケットをモチーフにするっていうのはもう捨ててたよね、私たち。まあ、ちょっと避けて感じますよね。うん、だから、このロケットのロゴでゴールドを取りに来るかっていうのが結構、まあ、衝撃というかショックというかでしたね。なんですが、もう今振り返ると、言ったじゃんっていう、審査員疲れてるからシンプルにってあれだけ誓ったじゃんっていうこととか、もう複雑じゃんっていうふうに自分たちに反省と怒りが湧いてくるんですが、私たちが一つゴールドを取るために足りなかったかなと思うこととしては、
そもそもデザインする勇気、もっと大元のところから振り返ってシンプルにシンプルにデザインを作っていく勇気が足りなかったかなというふうに反省しています。で、結果発表の後はもうみんな悔しさでカンヌの街を歩きながら、自分たちが立つ予定だった夜の表彰式とかもしっかりと目に焼き付けてきました。で、そんな悔しい思い出になったカンヌなんですが、一つ私がすごく印象的だったエピソードがありまして、各国代表の子たちとインスピレーションセッションで話をしたときに、ここでゴールドを取ることがゴールじゃないぞと、本当のカンヌでゴールドを取るための一つの経験に過ぎないんだから、まあ、さっきはもっと肩の力抜きなよみたいなふうに言われて、ヤングカンヌをやりながらも大人のカンヌでメダルを狙ってたりとか、次を見据えてここに来てる人が多いんだなっていうことに気づきました。日本だとなかなかその現業ではヤングカンヌ、大人のカンヌは現業とはちょっと遠い存在だったりとか、日頃から世界に挑戦するっていう意識がなかなか持ちづらいかなと思っていて、ある意味ヤングカンヌがゴールになってしまっていたりする人も多いんじゃないかなと思うんですが、ヤングカンヌに挑戦することで世界の代表とこういうふうにつながれて、まあ、気づきがあったことが私の中で大きかったなというふうに思っています。で、改めて私からは最後に、日本代表に選んでいただいてからの1年弱を振り返ると、当たり前のことかもしれないんですが、アート&コピーって楽しいなっていうふうに思えました。ヤングカンヌだからこそ、まあ、特にデザイン部門だからこそ、もう制約やしがらみ、実現できるかみたいなところもない中で、純粋にコアアイディアを磨くっていう訓練をたくさんできて、まあ、それが毎回すごく楽しくて、まあ、この悔しさも楽しさも含めて本当にいい経験になったなと思います。はい、この経験のすべてをもう明日から現業に生かしていきたいと思っています。最後に、はい、竹野内子。僕はなんかその、まあ、ヤングカンヌっていう形で、まあ、カンヌライオンに行かせていただいて思ったこととしては、ヤングもそうですし、なんかそれ以上の、まあ、大人というか、人たち含め、みんなこうチャレンジしてきてるなっていう、このカンヌに対して、なんかそこがすごいこうちょっと自分の中でハッとして、なんかやっぱりこう、まあ、正直その、ヤングをやる前までは、なんか所詮ショーでしょみたいな気持ちが、なんかやっぱどっかにあったりとかして、なんか世の中にいっぱいいろんないい作品というか、いい仕事が溢れてるのに対し、まあカンヌはそのカンヌのための、なんかちょっとこう、ショー向けのものが撮ってたりはするんで、なんかそこの指標の一つだなぐらいでしか思ってなかったんですけど、なんかそこのみんながこうチャレンジしていて、撮った人は本当にみんな喜んでて、なんかやったーみたいな、騒いでる様子とかも見たりとかすると、なんかそこのチャレンジしていく姿勢というか、チャレンジャーであること、なんかクリエイターとして何をこう世の中、世界に、行ってきたいかみたいなところは、なんかすごいこれから、僕も、まあなんか、僕たちも、なんか、やっていく、チャレンジしていくべきだなっていうのは、すごい、思いました。はい。ということで、ありがとうございましたと。ありがとうございました。まあ、そうですね。私たちはアイディアだけでなく、まあ、いろんな経験をさせていただいて、このコンペに挑戦してよかったなと思うので、ぜひたくさんの人に挑戦して今後もいただきたいなと思います。ありがとうございました。はい、以上になります。ありがとうございました。